IGM ファンフェストの皆さん、こんにちは。ゲームクリエイターの鈴木です。今回のアニメでは原作者として監修をしています。アニメになって多くの人に知ってもらえることが楽しみです。専務は知っているけどゲームは大変みたいに思っている人にぴったりです。りと福原の組手のシーンです。道場や掛け軸など日本の雰囲気が世界の人たちに伝わると嬉しいです。 はっま負けましたそれにしてもすごいですリョウさん急に腕が上がってる気がしますそうかはいなんというかキレが増しているというか自分にはうまく言い表せませんがそんなことは。 いやあいつらの強さに比べたら俺なんて全然だこのままで俺は親父の死の真相にたどり着けるのか前から不思議に思ってたんですけど掛け軸の裏の穴と家紋の跡これ何ですか家紋ええ亮さんも知りませんでしたか長年この道場にお世話になってますがまだ知らないことがあるものですね それじゃ庭も掃除してきます。あ,ああ。うん、<music> I G N フェストの皆さん、ご参加いただきありがとうございました。